京都二歳ステークスは日本中央競馬会が京都競馬場で施行する中央競馬の重賞競争である。競馬番組表での名称はラジオ日系杯京都二歳ステークスと表記される。ラジオ日系は日系ラジオ社が運営する短波放送局の愛称。聖賞はラジオ日系杯。二歳馬の距離適正を図る至金石となる競争である。本競争は 京都山菜ステークスの名称で創設された1959年から続く伝統ある競争で長らく特別競争として行われてきたが、二彩馬の競争体系のさらなる充実及びローテーションを整備することを目的として2014年より重賞に格上げの上競争名を変更して新設された。初年度より日本グレード格付け管理委員会の承認を得て、 議員に格付けされており、地方競馬所属馬は3頭まで、外国長競馬は9頭まで出走が可能である。以下の内容は2021年現在のもの。出走資格、サラ系2歳負担重量、バレーホープフルステークスのステップ競争に指定されており、地方競馬所属馬は、ホープフルステークスの出走候補馬に優先出走が認められている。また、 本競争で2着以内の成績を収めた地方競馬所属馬にはホープフルステークスの優先出走権が与えられる。2021年の1着賞金は3300万円で、以下2着1300万円、3着830万円、4着500万円、5着330万円。コース種別を表記していない距離は芝コースを表す。優勝馬のバレーは、 2000年以前も、現行表記に揃えている。競争名は2000年まで、京都3歳、ステークス、バレエ表記が、現行表記となった2001年以降は、京都2歳ステークス。各界競争結果の出展、ありがとうございます。